I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters, from our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics. Our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。鈴木さん、まずおととい和歌山で演説中の岸田総理に対して爆発物が投げ込まれるという事件が起きてしまいましたね。まあ、またショッキングでしたよね、これね。ちょうど私もいや、実はちょっと東北を回ってましてね、選挙の取材で。でその時に、いや、まあ、選挙の関係者、こんなことがあったみたいだって聞いて、それですぐまあ、あるちょっと事務所に駆け込んでですね、選挙事務所に、でテレビなんか見てたんですけどね、はい、まあ、とにかく総理もそうだし、それからその集まってた人もそうだけども、その大きな怪我がなかったっていうかね、命に、まあ、あれがなかった、そこはもうまずほっとしたんですけども、はい、やっぱりそのこういうことになってきたのかなというね、その嫌な感じもします。ただ、その今回ね、実はちょっとこれ、警察庁の人ともちょっと話したんだけど、知ってる人と、はいはい、やっぱりね、安倍さんの、まあ、事件がありましたよね、はい、でやっぱりどうしても僕らそことこう重なるんですけれども、そのいわゆる選挙の現場でこういうことが起きるっていうね、そこの共通点もちろんあるんだけども、はい、なんだかんだ言っても実は岸田さんって現職の総理大臣なんですよね。現職の、はい、現職の総理大臣っていうことは、そのいわゆる、まあ、日本という国のね、まあ、行政のとにかく最高責任者だしね、それから、まあ、国民の命を預かっている最高責任者、そして危機管理、まあの最高責任者であると、これがこの立場の人がこうやって狙われるっていうのはまた意味が変わってくるわけですよね。だから、まあ、これからそのいろんな選挙のいろんな現場、例えば、まあ、いろんなその総理だけじゃありませんからね、その演説してっていうのは候補自身もいろいろあるんだけども、まあ、それを全部ね、その厳しくっていうのはなかなか難しいんだけれども、まあ、せめてやっぱり総理大臣の演説についてはね、その、まあ、例えば近いところは持ち物検査をするとかですね、それからその私服のまあ警察官をその聴衆の中にもっと増やすとかですね、これまあ警備もやっぱ手がね、足りなくて大変なんだけども、何かそういう総理大臣の、まあ、演説についてのみでもね、はい、やっぱりこれはそういう警備体制も見直さなきゃいけないのかなっていうことも、まあ、言ってましたよね。そうですね、課題は要人警護の難しさというところを ね、突きつけられた感じがありますけども、それともう一つ、はい、もう一つね、大事なのはその、やっぱり容疑者の動機だと思うんですね。で、安倍さんの時もそうだったけども、まあ、とにかくみんなもショック受けて、これは大変だとか、例えば民主主義への冒涜だとか、いろんなこうわーっとこうなったんだけども、やっぱり容疑者の調べが進んでいくと、実は例の旧統一教会の問題だったわけですよね。だから今回の場合もその、まあ、今のところその黙秘してるっていうか、容疑者がね、はい、動機なんかはあまり喋ってないとは言いますけれども、これが分かってきて、まあ、これが本当にやっぱり政治問題なのかとかね、含めてそのいわゆるこの事件のやっぱり本質ですよね。これやっぱ動機が分かってからやっぱり対処していかなきゃいけないっていう部分もありますからね。だから警備とそれからその動機の部分とその2つっていうのがこれからちょっと課題になってくるのかなと思いますね。そうですね。その岸田総理ですけれども、その後の和歌山での演説、そして昨日は大分にも入って演説を行うなど、まあ、もう演説をやめるっていう判断はしませんでしたね。はいはい、これは実はちょっと官邸 の、 まあ、総理に近い関係者が、ね、当日の夜僕は電話がかかってきてね、その日の様子のことなんかちょっと話してくれ、総理周辺のこと話してくれたんだけど、一旦これ全部中止するって決めたんですって。
そうだったんですね。うん、実は、はい、だから和歌山ももちろんだし、うん、それから、千葉もね、全部もう中止ってことになったんだけど、はい、まあ岸田総理が、やっぱりやるという、まあ決断をしたということで、うん、急遽おじゃあやるっていうことに切り替えたみたいですね。だから、まあそこは、岸田さんの、まあここで、やめてはっていうね、うん、まあ意思があったんだろうというふうには、まあ、思いますけれども、ちょっとそういう顛末があったみたいですよ。だから一旦はこれ、体制はもう全部やめってことになって、なったらしいですよ。そうですね、うん、まあ、そういうテロ行為には屈しないという姿勢を示すっていう意向もひょっとしたらあったのかもしれませんね。いや、おっしゃる通りですね。だからそういうことなんだ、うん、ですけどもね。だけど、まあ、そう、いや、やるぞ、はいっていう、そういう話じゃなくて、さっき、まあ、最初に言いましたけどね、やっぱりもっと現実的な対応としては、うん、その今後のやっぱり総理大臣の、そのいわゆる集会に関しての、その警備の問題とですね、うん、それから動機と。まあ、ここでしょうね、はい、ちょっと残り時間短くなってきたんですけれども、はい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 、統一地方選挙とそして衆参5つの選挙区の補欠選挙と、はい、まあはい、いよいよ来週投票開票ということになりますね。あ、来週、今週末ですね。失礼しました。いや、今週ですね、うんうん、だからとにかくね、どうですか、福岡で関係してる選挙盛り上がってますかって、むしろ聞きたいんだけど、前半戦のことで言いますと、うん、悲しいかな、うん、過去最低の投票率で、うん、いやー、30% 台というですね、非常に低い投票率でした。でも田畑さんね、これ、はい、福岡だけじゃないんです、全国そうなんですね。それでね、まあ、課題は見どころ、注目はいっぱいあるんですね。例えばその維新が議員増やすとか、増やすかどうかとかね。だけどね、やっぱり田畑さんね、これ僕本当今回の最大のこの課題はね、やっぱり統一地方選挙そのもののやっぱりもうあり方だと思いますよ。でね、ほうほうほう、今回ね、前半後半合わせて、統一地方選挙に合わせて選挙をやる自治体は、全部の自治体の 27% しかないんですよ。ほら、選挙やってもらうとずれるじゃない。例えばその市長が何かあったりして選挙がこうずれていくでしょ。福岡県でいうと県知事選挙がずれましたもんね。そうそうそう、北九州市長選挙だって言ってたり ね、はい、福岡市長選挙もずれてるでしょ、そうやって全国やっぱずれてって、今回ねこの時期にあるのは全国の自治体の 27% だけですよ。もうね、統一選って言いませんよね、これ。そうですね、半分もいないわけですからね。3割ぐらいだから、3分の1も切っちゃってるね。だからこれやっぱりね、統一選っていうのは一斉にやることによってこう選挙の関心が高まる、投票率も上がる、経費も抑えられる。だからこれ戦後始まった仕組みなんだけど、ここまで実施してるのが少ないんであればね、これどっかでやっぱりもう合わせる、例えばもうなかなか厳しいんだけど任期2年の途中だけどもう次は合わせますとかね、これやらないとね、統一選のまず意味がない。そうするとね、投票率もなかなか上がらないっていう ね、だから今度これ統一選終わった後にそれはどこが勝った、はい、誰が勝ったの結果だけじゃなくて、統一地方選挙そのものをねやっぱり議論しないとダメかなって思いますね。そうですね、だからまあとにかく身近な選挙なんで、生活に一番だから皆さん、後半戦はね、ぜひぜひ投票に行きましょうってもうとにかくここで言わなきゃいけないんだけどそうですね、だけどとにかくそういうことも、今度考えなきゃいけないかもしれませんね。わかりました、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、ジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。RKB 毎日放送アナウンサーの田畑龍介です。橋本由紀です。RKB ラジオ田畑龍介グローアップでは、気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーを、ポッドキャストで配信中です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治、明治大学教授飯田康之さんは経済、長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済、毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学。この他にも、音楽プロデューサー松尾清さん、RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さん、スポーツ文化評論家玉木正之さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三好剛平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供しています。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です。